雲行きあやし、雨にならんやとは、坪田亮介の作品である。第一回電撃ゲーム小説大賞、銀賞受賞作品。ただし受賞作のタイトルは、雲行きあやし、雨にならんや、鬼面の宿である。その後、画量覚醒電撃ゲーム、小説大賞短編小説傑作戦にて、雲行きあやし、雨にならんやに開題して収録され、出版された。本作の主人公である。 雨宿りした家がシロオンの家だったことから運命の歯車が回る。語れ腕の剣士。本作のヒロイン、父シロテの娘、村人による父シロテの残殺を目の前で見た。その場にいた上条三騎はそっとシロオンに決めを渡し、シロオンは望み通り決めをかぶって鬼となって復讐のために村人を残殺して回った。このため、 現在ジローンの家には誰も近寄ってこない。なお、彼女も鬼になれる鬼面を作ることができる堀氏である。シローンの父、鬼になれる鬼面を作ることができる堀氏。領主上条三騎が、領主の命令した鬼になれる鬼面を掘ることを拒否したため、上条三騎は、見せしめとして、村人を一人、また一人と次々殺した。これ以上村人が、 犠牲になるまいと城では慌てて、鬼面を掘ったが、村人の怒りは収まらず、村人たちに両腕を切られた上惨殺された。鬼重郎に鬼になれる片腕を渡す、恩苗師。女性と見まがうような美貌の持ち主である。人を逆なでする態度、言動を常に取り憎そうな笑いを出す。地中から突然浮かび上がって登場することもできる。帝に仕え、陰謀を繰り広げる。 実は、基準郎をシローンがいる村へ導いたのも彼で、ある。シローンが住む、村の領主、画廊覚醒電撃ゲーム、小説対象短編小説傑作戦の解説者は、高千穂遥である。時代小説にチャレンジしたことが評価されたという。ただし、時代交渉、描写に難があることを強く指摘されたとも書かれている。また、開校により多くの欠点を克服したという。 画量覚醒電撃ゲーム、小説対象短編小説傑作戦をくづけより、画量覚醒電撃ゲーム、小説対象短編小説傑作戦、P237。ありがとうございます。